どうだろう、起き、あ、あ、おはおはよう。あなたの、あ、だ、大丈夫？あ、これ、あ、配信だよ、大丈夫？あ、はい、冷えてる。え、あなたのお名前は？あ、え、な、いや、一条リリカです。え、名前みたいな、ちょっと不安になる。おはよう、おはこよう、リリカちゃん。おはようございます、リリカです。いやー、ありがとうね。今起きた？うん、今さっき起きました。ありがとうね、朝大変な、なんか朝苦手？朝は苦手なんですけど、うんうん、でもアラームは得意で。どういうこと？アラームは得意。アラーム自分で鳴らすんか。そう、アラーム鳴ったら起きれます。え、えろー。いや、今日ね、200回を朝こよ迎えたんですけど、うん、なんか朝こよで思い出とかありますか？あるー、 ある嬉しい。な、何？でも結構リリカちゃんはね、うん、取り上げさせてもらってるんで、うん、ネタ大きい女なんで嬉しい。うん、うん、褒めてるかどうかちょっとわからない感じだけど。え、なんだ、うん、何が一番残ってる？なんか、うん、一番最初に、うん、なんか限界飯ヤフーニュースになった時だったんですよ。そっか、もう最初からそれだったか。うんうん、そうなんで、でもその時結構こよちゃん先輩、うん、あの、あ、こういうお弁当あるよねみたいな、私も一緒だよみたいな、すごいなんか、うん、そのいいじゃんいいじゃんみたいな感じだったんですよ。ちょ、まだ優しくしたいなって思って。ちょ、まだ新人ちゃんだから。あ、そういう、そういう、あ、でもね、ああいうお弁当とは言ってないと、うん、でもね、小よりも、でも、うん、確かに、その、うん、一人暮らしして、うん、初めて、で、うん、こうなんか自分でご飯作ってた時期はね、うん、そうやって食べてた、シャウエッセン食べてたし。そう。そう、なのに、うん、なのに、なのにですよ、うんうんうん、あの、先月かな、うん、で、また、うん、あの、ホロメンのお弁当出たじゃないですか。なんかその時はなんかもう、うん、リリカのお弁当だけお弁当じゃないみたいな。でもあれだってもう容器がお弁当じゃねえ。裏切りやんと思った。そんな風に思われてたの？いや、だって他に裏切ってないもん。あ、そっか、料理下手くそ部から逃げるなって思って。いやいや、これはね、やればできる女ですからね。本当に可愛かった、うん、許せ、本気出しやがって。いや、でも